はい、おはようございます。おはようございます。ドラゴンの犬似合わんじゃん。おい、そんなになっちゃった。似合わんぞお前。乗らせてくれよ。おはようございます。緊張した。自分はな、してへんように予想とったよな。サガライジャパンが唯一負けたのはドラゴンズだけなんで、世界一だと思ってシーズン戦いましょう。すぐ寝れたかな。寝てないですね。自分自身決勝の1イニングしかアメリカでは投げてないので、はい、体的な疲れは問題ないですし、はい、もうここに来ている以上開幕に向けて、はい、ドラゴンズが次日本一になるために自分が貢献するだけだと思うので、そこに関しての体力の疲れであったり精神的な疲れっていうのは感じていません。ありがとうございます。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あのチーム合流で、はい、いろんな人が喜んでる姿、はい、見れたと思うんですけど、はい、どうですか。いや本当に、まあ、頑張ってよかったと言いますか、こうやっていろんな人が見てくださって喜んでる姿を見れてすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。中でも印象に残った先輩方、そうですね、まあ柳さんとか、はい、大野さんとか祖父さんはいろんな話をできましたし、そのジャパンで経験したことを、そういったところいろんな関心を持ってくれて、はい、そこに対していろんな会話ができたのですごく楽しかったです。あの那覇空港までジャタンから一緒にこうやって、はいはいはい、インタビューして1ヶ月ちょっと、はい、すごい濃い時間だったと思うんですけど、はい、ご自身ではどうですか。そうですね、めちゃくちゃ濃い時間でしたね。本当にこれ以上にないぐらい濃い時間を過ごしましたし、いろんな経験をした、まあ、1ヶ月ちょっとだったかなと思います。どういう期間でした。大会を通じてどんなことを学びました。まあ、やっぱりまずは世界一に向けて全員が戦っていくんですけど、まあ、その中にもしっかり自分自身がレベルアップするためにいろんなことを取り組みましたし、まあ、本当にまずは世界一に向けて、まあ、何かあの全員で一致団結してやるってことが、まあ、一番優先してやってました。すごい先輩方も一緒に過ごすことできましたけど、はい、そうですね、まあ、自分が本当に、まあ、あの中では一番年も下でしたし実力も底辺だったので、そこに関してはいろんなことを吸収するだけだと思ってましたし、はい、やっぱりいろんな人がいろんなことを考えて高い意識の中やってるんだなと思って、自分自身の、まあ、まだまだだなっていう気持ちはかなり持ってました。しびれる場面での登板って、はい、なかなかここまでアマチュアも含めて、はい、経験できてないことだったのかなと思うんですけど、はい、そのあたりはどうですか。そうですね、まあ、もう決勝のマウンドっていうのは自分が今まで人生20年間生きてきて初めての緊張感でしたし、足も震えましたし、まあ本当にどうしてらいいか分かんない状態だったんですけど、まあ、いろんな人に声をかけてもらって、源田さんであったり宗さんであったり和真さんもそうですし、哲夫さんもいろんな人が声かけてくれて、でキャッチャーの雄平さんが自分を引っ張ってくれたので、はい、本当にチームジャパンで
抑えれたかなと思います。やっぱり中継ぎを経験してるからこそ先発としての役割であったり、はい、こういう準備をしているんだなっていうのは今日この大会で体感できたので、もう先発としてやっぱりある程度長いイニング投げて中継ぎの人をなるべく負担をかけないようにっていうことは、まあ、今までも思ってたんですけど、より一層苦労が分かったと言いますか、はい、やるべきことはそこなのかなとは思いましたね。あとこう、まあ、国際大会最後はメジャーリーガーとの対戦もありましたけど、はい、野球人生の夢とか目標とか広がったじゃないですか、はい、そうですね、まあ、あれだけ高いレベルで野球をやってると自分もそこになんて服ついていきたいだとか、あそこを抑えるためにどうしたらいいのかっていうところは常に考えるようにはなりましたし、あれだけ高い意識でやれてる環境があるんだっていうふうに自分の中に思うと、自分のがもう少しレベルアップしてもっともっと高いレベルでやりたいなっていう気持ちにはなりましたね。まだまだやることはすごく多いですし、全然実力も他の選手と比べたらまだまだなので、本当に自分の今の野球人としての立ち位置っていうのはまだまだここから伸ばしていけれるなとは思いました。あと会見で山本由伸さんの3年目の成績スラスラって言えてましたけど、はい、目標は3年目の山本由伸さんの成績超え、これを目標にやりたいなというふうに思います。由伸さんの3年目の成績、防御率 1.95、 8勝、143イニング20登板以上というところを目標にしていきたいなと思います。野球に対する取り組み方っていうのは全て見習うべきところだと思いますし、自分自身もやれない数字ではないと思うので、はい、そこに設定しました。もう常に意識してましたし、まあ、あの人とずっと一緒に生活してきて、12月からいろんなものを感じていろんなことを教えてもらったので、まあ、本当に今はあの人と離れて寂しい気持ちはめちゃくちゃあるんですけど、今度は一人の仲間として敵として、はい、もうやっぱり抜きたいっていう気持ちはありますね。やっぱり意識するからこそスラスラ。そうですね、もう常に数字っていうのは気にするようにはしてますし、まあ、本当にあの数字見ても圧倒的なので、ちょっと、まあ、目標は本当に高いんですけど、はい、目指したいなとは思います。あと優勝した後栗林さんのユニフォームと、はい、はい、持ってましたけど、あのあたりはどういう思いから。いや、もう栗林さんが最初から僕は宮崎でずっと一緒にいましたし、まあ、いろんな話をして一緒に頑張ってきた仲間なので、そこは本当に、まあ、東京からマイアミ行く時も寂しい気持ちでしたし、まあ、マイアミでもずっと一緒に戦ってるっていうのは自分自身感じていたので、はい、もう一緒に戦って世界一の、はい、チームメイトだと思います。頑張りますじゃなくて頑張りましょうって送ってくれたって、はい、栗林さんがおっしゃってます。そうですね、もう栗林さん、まあ、本当に一緒に戦ってる仲間なので、まあ、本当に一人のチームメイトとして一緒に頑張った、はい、仲間ですね。生粋のドラゴンズファン、栗林さん。そうですね、まあ、愛知県出身ということもあってちょっといろんな会話もできていたので、うん、その分すごく仲良くなれてめっちゃ優しいですね。あとこうシャンパンファイト、はい、まあ、できなかった悔しさみたいなのってちょっとあったりしますか。はい、いや、もうやる気満々でしたし、本当にあの輪に加わりたかったっていうのはあるんですけど、まあ、あと一歩のところで届かなかった、まあ、唯一のやり残したことといえばシャンパンファイトかなとは思いますね。
そのやり残したことはどうやって実現させていきましょう。もうドラゴンズで20歳で日本でやるしかないと思うので、はい、ドラゴンズが日本一になってビールかけ思いっきり中心で楽しみたいなと思います。監督はじめすごく強い集団が今作られていると思うので、はい、今年はもちろん自分自身が結果残して結果でも、はい、引っ張っていけれるように頑張りたいです。一人一人が高い意識ですごいやれていると思いますし、自分は本当にピッチャー、先発ピッチャーとして大野さん、柳さん、新之助さん、涌井さんっていうこの圧倒的な4枚をどこまでついていけるかで、しっかりと背中を追えるように、まあ、結果では一番目指してやりたいですし、4人にも自分は負けるつもりはないので、はい、自分は本当に、まあ、言動行動で引っ張れるタイプじゃないので、しっかりと一試合一試合大切に投げていきたいなと思います。あの野球人気、またドラゴンズの人気を維持していくためにも、はい、ヒロさんの活躍必要だと思うんですけど。そうですかね、まあ、うん、まあ人気はめちゃくちゃあると思うので、名古屋の人の声援も僕たちに届いてますし、名古屋ドームで投げた時のあの歓声っていうのは体が震えたので、このままでもかなり熱いとは思いますけど、もっともっと盛り上がれるように頑張りたいです。あの期間中応援してくれたファンの皆さんに最後メッセージいただけますか。はい、あ、もう本当に毎試合投げても投げなくてもいろんな方から、ドラゴンズファンのいろんな方からメッセージいただいてますし、それは自分もしっかり見ているので、はい、あのすごく嬉しい気持ちになりましたし、オーストラリア戦ホームラン打たれて落ち込んでいる時もいろんな方からのメッセージで、はい、立ち直ることができて世界一になれたと思うので、これは本当に皆さんのおかげで世界一になれたと思ってますし、自分だけじゃないとはもう思っているので、はい、これからもっともっと熱い声援ドームの中で響かせてほしいなと思います。ありがとうございました。じゃあ最後にシーズンの意気込みはい、についてはそうですね、まあ、投げる試合は1試合も負けるつもりはないので、全て勝てるようにいい準備をして高い目標を持ってやっているので、そこについていけるように頑張りたいなと思います。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。お願いします。あとあのブルペン入れなかった映像も、はい、ピッチングと同じぐらい、はいはい、あれあの放送映ってたのって、いや全く、もう試合終わってから帰って、でなんか試合出てないのになんかいっぱいいろんな方からメッセージ来るなと思ったらなんか変なところで話題になってました。結構あの反響はあったんですか周り。いや、っていうよりかファンの方々からすごい DM が来てたので、なんでこんなに試合出てないのにいろんなメッセージ来るんだろうなと思ってたら、うん、はい、なんか恥ずかしい限りです、あんなのは。あの、著名人の、はい、なんか私の二宮さん、はい、はい、なんか、いろいろご心配かけたみたいで、はい、無事に名古屋まで帰ってこれました。じゃあ二宮さんにいい報告というか。はい、そうです、もう迷うことはないと思います。なるほど。